どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、関西広域連合の滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、徳島の2020年度の問い71から問い80までの過去問の解説を始めていきます。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問い71番です。点眼薬または点鼻薬を使用する上での注意事項に関する記述について正しいものの組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。まず A なんですけど、点鼻薬では鼻腔粘膜で吸収された成分は、はじめに肝臓で代謝を受けて全身に分布していきますよと書いてあるんですけど、これ誤りですね。何かというと、鼻から吸収する、こちらの点鼻薬に関しては、その口腔粘膜じゃなく、ごめんなさいね、鼻腔粘膜ですね、から吸収されていくんですけど、ここに入ったものは直接血中の方に入っていきますので、はじめに肝臓で代謝を受けてということではなく、はじめに代謝を受けないで入っていきますので、ここのはじめに肝臓で代謝を受けてというところが誤りとなりますので、大丈夫でしょうか。はい、そして次、B ですね。一般用医薬品に分類される点鼻薬には、全身作用を目的とするものがありますよというところで、はい、ここ全身作用というところが誤りですね。局所作用で使うことがこの一般用医薬品にの目的になりますので、B は誤り、そして C と D は正解なので4番が正解となりました。では次行きましょう。問い72番です。医薬品の材形とその特徴に関する記述について正しいものを一つ選べということなんですけど、はい、こちら答えは3番が正しい内容となります。じゃあ1番どこが違うかというと、舌下状、舌下状というのは、下のベロですね、ベロの下下の下、ちょっとややこしいね、ベロの下のところにある、舌下静脈というものがありまして、そこのベロの下のところに錠剤、を置いて、その舌下静脈から吸収するように作られた製剤になっておりまして、なので特徴としては吸収され、循環血液中に入った成分は、はじめに肝臓で代謝を受けた後全身に分布しますよ。はい、こちらも静脈に直接入っていきますので、はじめに肝臓で代謝を受けた後受けませんので、そこが誤りとなります。はい、そして次2番、シロップ剤ですね。小児に用いる医薬品の場合はゼラチンなどを混ぜることが多いですよ。ゼラチンを混ぜると、これなんですかね、ゼラチンが入ってるのはカプセルとかですよね。カプセルの形状、あれを形作ってるのはこうゼラチンだったりとかしますので、なのでゼラチンとかだとシロップ剤なんか固まっちゃうようなイメージになりますからね、なので誤りですよね。なのでこれシロップ剤に関しては、例えば白桃とかそういったものがですね、中に入ってたりしますので、なので、甘いようなにね、作られたものがシロップ剤に、なっております。はい、なので、ゼラチンなどというところが誤りですね。はい、そして3番、口腔内崩壊状は、こちら口の中で速やかに溶けてというところ、ここポイントになります。なので前のところにもちょっと書かせていただきました。口腔内崩壊状に関しては早く溶かすことが目的になってます。早く溶かすんですね。そうなんですよ。そして成分が消化管から吸収されていきますよというところで、口腔内崩壊状ですね、早く溶かすんだなというところをちゃんとイメージしておいてください。そしてチュアブル状に関しては、容器に残った場合、すすぎ液も、服用するなどの工夫が必要ですよということで、例えばこう小さな容器とかにシロップ剤入れてコックピット飲んだりするんですけど、その容器ちょっと残ってたりするのもったいないですよねっていうところで、それを例えばお水とかですすいで、でそのすすいだお水とかも飲むとね、全量体の中入っていきますよということで、そんなすすぎ液なども服用するなど工夫してくださいねっていうのがあるんですけど、それチュアブル状の記述ではなく、これはシロップ剤の記述になってきますので、なので誤りになります。で、そんなチュアブル錠というのは、5番に書いてあるようなトローチのところですね、口の中で噛み砕いてということで、チュアブル錠は、こちら書いてみました。舐めたりとか、あとは噛み砕いて用いていくことが目的なのがチュアブル錠になりますということで、いいでしょうか。
はい、そしてトローチに関しては口の中で噛み砕いて服用していくということが、これも誤りですよね。先ほど違う文章になりますから。なのでトローチに関してはこれはゆっくり溶かす、徐々に溶かしていくというところが目的です。なので特に口腔内崩壊状は早く溶かして、トローチドロップは、徐々にゆっくり溶かしていくんだなというところがすごく重要となりますので、しっかりと、この3つの製剤特徴を確認をしておいていただきたいと思いますので、大丈夫でしょうか。はい、ということでそんなのが問い72番ということで、答えは3番が正解となりました。では次行きましょう。今度は問い73番です。薬の体内での働きに関する記述の整合について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A 正解、そして B、A もですね、こう、大丈夫でしょうか。受容体とか酵素とかトランスポーターとか、特にトランスポーターちょっとややこしいので、しっかりとテキストなどで確認しておいてくださいね。はい、そして B についてはどこが違うかというと、医薬品の効力をより強く期待する場合には、添付文書に記載された用法用量よりも服用量を増やしたり、服用間隔を短くするなどの工夫が必要ですよ。勝手にやっちゃこれダメなんですよ。なので、増やしたりとかね、短くしたりとか、そんなことはダメですので、ここのところが誤りとなります。はい、そして C と D は正解なので、2番が正解となりました。では次行きましょう。問い74番です。ショックに関する記述の整合について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。はい、A はいいでしょうか。ショック、アナフィラキシーですね。アナフィラキシーショックだったりとかいうこともあります。はい、で、こちら A はですね、発症すると病態が急速にですね、悪化していきますので、そういったところは大丈夫でしょうかね。それから B、発症後、対応が遅れてもチアノーゼ症状を示すことはないよとありますけど、チアノーゼ症状出てくることがあります。こう顔が真っ青になったりとか、唇が真っ青になったりとかっていうことがチアノーゼの症状ですので、そのようなことがね、示すことありますので、 B は誤りです。そして C、生体異物に対する遅延型のアレルギー反応の一種ですよとありますけど、ショックは、こちらにも書いてみました。即時型の反応となります。速攻、すぐに起きますよと、急速に悪化していきますって書いてありますので、すぐにそのね、症状が出てきますから、C は誤りとなります。はい、そして D は正解。ということで、4番が正解となりました。大丈夫でしょうか。はい、では次行きましょう。今度は問い75番です。偽アルドステロン症に関する記述の整合について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。まず A、副腎皮質からアルドステロン分泌が増加していると。ね、この場合は、偽アルドステロン症ではなく、ただのアルドステロン症というものになっちゃいます。なので、副腎皮質からアルドステロンの分泌が増加していないにもかかわらず、症状が出てくるので、偽物のアルドステロン症、偽アルドステロン症という名前がついてますので、A は誤りです。はい、そして B、C、D、このあたりもしっかりと確認しておいていただきたいと思いますので、答えは3番が正解となりました。では次行きましょう。問い76番です。精神神経系に現れる副作用に関する記述について、正しいものの組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。まず A なんですけど、眠気が出てくるようなものに関してはですね、乗り物を、いや、危険な機械類の運転操作に注意する必要はないよとありますけど、いや、そんなことないですよね。注意してくださいね。なので A は誤りです。はい、そして B は正解。そして C なんですけど、無菌性髄膜炎というのは首筋の突っ張りとか伴う激しい頭痛出てきます。発熱、吐き気などの症状が現れてきます。早期に原因医薬品の使用を注意しても予後不良となることがほとんどですよとあるんですけど、こちら早期に原因医薬品の服用を中止すれば、速やかに回復して予後は比較的良かったりするんですよ。ただし、
ただですね、ただ、重篤な、中枢神経系の副作用が出てくる、こう後遺症が出てしまうことも一応報告はされてますよということもありますので、ただ予後は比較的良好となりますので、 C は、不良となるというところが誤りとなります。はい、そして D は正解ということで4番が正解となりました。はい、大丈夫でしょうか。では次行きましょう。問い77番です。消化器系に現れる副作用に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちらも答えは4番が正解となります。 A 正解、そして B、消化性潰瘍は胃腸に関する自覚症状やそれから、黒色便のみにより発見されますよとあるんですけど、これのみというところが誤りですよね。そうなんですよ。消化性潰瘍、確かに黒色便出てきます。あとは、何ですか、胃腸に関する自覚症状。ね、なんか胃腸おかしいなとかっていうのが出てくるんですよ。なんかムカムカしたりとか痛いなとかっていうのが出てくるんですね。それだけじゃなくて、例えば貧血の症状が出てきたりとか。あとは、吐血、違う、ね、口から出てきちゃったりとかっていうことがあったりとか。あとは下血、ね、お尻から血が出てきてしまったりということもあったりするので、様々な症状が出てきたりもしますから、なのでこれのみというところが誤りとなります。はい、ということで B は大丈夫でしょうか。それから C ですね、医薬品の作用により腸内容物の通過が妨げられることはないよとありますけど、そんなことはないですよね。妨げられることがありますので、なのでこういったものに関しては、例えばこう入れ薄用症状、そういうものがありますよね。はい、ということで C は誤り。そして、D です。口内炎、口腔内のあれや刺激などには医薬の副作用で生じることはないとありますけど、いや、そんなことはないです。出てくることがありますので、医薬の副作用で出て生じることがありますので、D は誤り。ということで4番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い78番です。呼吸器系に現れる副作用のうち、間質性肺炎に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、ここ大丈夫でしょうか。まずは答えは5番が正解となります。間質性肺炎というのは間質のところで起きる肺炎です。間質というのはあれですよね、肺胞とその周りに取り巻く毛細血管のところで起きる炎症が間質性肺炎と言いますので、なので A、 気管支または肺胞が細菌に感染して炎症を生じたものですよ。まあ、そういったものは、こちら肺炎に該当してきますので、なので A は誤りですね。はい、そして B です。息切れとか出てくることもありますと、その際は必ず発熱を伴いますよというところで、必ずっていうところが誤りですね。はい、なので B 誤り、そして C は正解、そして D ですけど、一般的に医薬品の使用開始から短時間のうちに起きることがありますよというところでは、基本的にはですね、こちら 1-2週間の間に起きることが多いですよというところになりますので、まあ、ちょっと短時間で起きる場合もあるかもしれないんですけど、でも 1-2週間でね、一般的に起きることが多いのでということで、 D は誤りとなりますということで、5番が正解でした。では次行きましょう。はい、今度は問い79番です。循環系に現れる副作用に関する記述について、括弧内にいべき軸の最も適切な組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。はい、A、B、C は大丈夫でしょうか。このあたりもですね、うっ血性、心不全だったりとか、ね、心不全というのは、心臓のポンプ機能が低下することによって、血液がうまく送り出せなくなってしまうような状態です。なので、うっ血性というところでは、うっ血というのは血が滞ってしまっている、そんな心不全のことを言っていきますので、そういった場合には、とかっていうことがいろいろ書かれておりますので、このあたりもですね、一度、確認をしといて、テキストなどで確認をしておきましょう。はい、では次に行きましょう。問い80番です。泌尿系に現れる副作用に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。はい、 A は大丈夫でしょうか。それから B、 医薬品による排尿困難は、いや尿閉はですね、前立腺肥大の基礎疾患がある人にのみ
現れるよとありますけど、そんなことはありません。前立腺肥大症などの基礎疾患がない人にも出てくることがありますので、なので、このあたりもう一度確認をしといていただきたいと思います。はい。そして C と D は正解で大丈夫でしょうかね。はい。ということで2番が正解となりました。はい。ということで、比較的ここのあたりはですね、そんなに難しいものは入ってないなと思いますので、ぜひぜひ間違えたところ、もう一回復習をしてですね、確実にできるようにしといていただきたいなと思います。はい。ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ LINE アットなどに登録していただきますと、いろんな質問なども無料でお受けしていきたいと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。では、本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。